はい、どうも皆様、アーサーです。デモンズソウルプレイしていきます。よろしくお願いします。今回はですね、こちらの嵐の再始動プレイしていきます。それではやっていきましょう。はい、到着したわけなんですけど、ここね、確か難易度がクソ高かった気がするんですよ。敵がね、恐ろしいほど強かった覚えがあるぞ。ほらね、やっぱりね、硬いね。体力多すぎだろう。たかがザコモブで、この火力、体力だからな。まだいんのか。ケツ。ああ、でもケツ掘ったら余裕か。なんだ今。シューターもいたのか。ああ、やらしい。シューターと剣士がいるな。あの剣士をまず釣って、こいつを先に倒しておきたいね。はい。次はあのシューターだな。ここ結構難易度高かった気がするんですけどね。なんかね、強い武器が手に入った覚えがある。だからここで強い武器を入手しておきたいんですよね。まず2対1はさすがにきついぞ。だがここで、まずケツを掘る。で、そっからさらに、ケツ掘りで倒す。完璧ですね。とりあえずここら辺の敵はあらかた片付けたかな。もういないよね。上で射抜いてんな。タリスマン、奇跡か。まあ奇跡も魔法も何も覚えてないからな。せっかくだから魔法とかも使っていきたいですよね。危な。罠か。この先は何だ？やばいのいる。あいつは絶対強いな。だが、その後ろに置いてあるアイテムが気になるところですね。うわ、ケツ掘りでこれ嘘。どんだけ体力あんだよ。こいつはブンブンの方がいいね。ケツ掘りはダメだな。ケツ掘ってから、スタミナ削りも半端ない。ケツ掘ってから、ブンブン。いい調子じゃないかな。二刀流かっこいいな。もう刀使いたいな。所持重量超える。もう。リメイク出すなら所持重量なくしてくれよ。頼むから。何捨てるか。ツラ足いらんな。で、ウッドシールドもいらないね。これで、おファルシオンだぞ。待てよ。強えんじゃねえのか。モーションは悪くない。問題は火力ですね。これで火力も高ければ申し分ないんだけど。果たして。うわ、いや、火力も高いんじゃないか。おいおいおい、これ強くないか。やば。あ、これもう余裕だわ。
これ勝ったな。やっぱいつの時代もファルシオンは強いですね。なんかの鍵だな。どこで使う鍵だこれ。え、今何食らった。このファルシオンがあれば当分はこれ一本で勝てるんじゃないかな。でも嵐攻略しといてよかったな。この先はなんだ。なんか奥に強そうなやついるな。であいつあれか、最初に倒したボスか。なんだ今の。なんか今飛んでこなかったか。ああこれあれか、空飛んでるやつの攻撃か。そうここね、あれなんですよね、空からも奇襲仕掛けてくるんですよ。奇襲っていうか撃ってくんだよね。ここなんもないか。地上はこの骸骨剣士が強いし、空からも援護射撃が来るからね、結構難易度高いんですよ。だから慎重に進まなくてはならない。あの空飛ぶエイかな。どこにいるこれ。ここ give me. Give me. え、どこにいる。なんか今ピューピューポコポコとかさ、なんかあったかふわふわみたいな。あ、デモンズの頃からもあったんだね、そういうの。すげえ、この頃からあったんだ、ああいうの。こいつは倒しときたいな。今なおダクソで浮きつかれてる要素だからね、あのブツブツ交換は。やっぱデモンズから始まったんだな。え、これどこ行けばいいんだ。結構複雑だなこのマップ。迷路みたいだな。ここ行ってないな。ファルシオン強えな。2発で敵死ぬわ。なんか拾えなかったか。何これ。どうすっか。もう他に何捨てる。スチールシード捨てるか。どうせ使わねえからな。なんだ弓の矢か。あ、ここ先来たな。ここもういいんだよな。広場に出たい。え、やばい、カクつくな。ちょっと、まずいまずいまずい。あいつ倒すか。あの、でけえのな。なんか脅すんじゃないか。ちょっとカクつくね。大丈夫かな。てか体力めっちゃ多いな。これは時間がかかりそうな予感。やべ、あっ、あと少しだったのに。なんかこれありそうじゃない？お！あ、デモンズも見えない壁あるんだね。すげえ。ほんとこっから始まったな。今あるダクソの要素のほとんどは。まずいな。この狭いところで骸骨戦いたくねえんだよな。あぶねえ。あーってことは俺結構見落としあったかもな。あーあるあるある。ちょっとなんか怪しい壁見つけたら積極的に攻撃しよう。
デモンズはないと思ってたわ。あ、ここの鍵だったのか。何こいつ、パッチみてえだな。You saved me. Heavens, I can't believe I fell. I suppose I owe you now. I'm Grave Robber Blige. As thanks, I can provide. You couldn't do with it. いいね。あー、なんか買っとくか。ここは草かな。草を買っといた方がいいでしょう。まだボス戦まで先が長そうだからな。やばい、危ねえ。ほんと空からの援護射撃がちょっと厄介だな。倒したいとこなんだけどね、空のやつ。現状まだ倒せないからな。今こいつを倒そう。うん、やっぱ強いわファルシオン。素晴らしい武器だな。これなら、腐れたりも攻略できる気がする。格段に強くなったからね。嵐クリアしたら腐れたりに行くのも悪くないかもな。キリジは微妙だな。ほんと。このエイは何か他に武器落ちてなかったっけな。でもファルシオンくらいか。まあいいや、これ一本でも十分勝てるからね。まだボス戦じゃないか。もう正直骸骨は俺の敵ではないんですよね。でも嵐攻略前と比べてめっちゃ強くなったな。やっぱ武器大事だわ。ちょっと待って、 あの赤目は後でにしよう。やばい、あ、もういや、まあ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 、うん、こういうこともある。焦ってローリングしたのが間違いでしたね。さあこいつ倒すか。ほんとこのマップ骸骨より、あの空飛んでるやつの方がちょっと厄介かもしれないな。骸骨は慣れればそこまで強くないからな。こいつとかケツ掘ってブンブンで死ぬからね。空飛ぶやつには現状対抗手段がない。そしてまたなんか落としたな。ちょっともう拾えないんだよな何捨てるか。迷いますね。防具捨てるか。防具結構重いからな。これ捨てよう。多分もう使うことはないだろうしね。で、これで拾えるはず。来た。ついに刀デビューしちゃう？内刀。ただ。ああ、でも。技量13か。技量13なら使えるだろ、全然。これ、内刀メインに使っていくのも悪くないかもしれないな。だ現状、ファルシオンが結構強いからな。内刀強化してもファルシオンより強いのかな。とりあえず、今回はファルシオンでボス撃破したいね。落下しそうで怖えな。おっ、やばい、こいつ
硬いね。ここで死にたくねえな。もうボス戦まで行きたいですね。この黄金骸骨がまだ数匹いるな。ここで戦うのが一番まずいな。蜂の巣に触るぞ。あとはブンブンでしまいよ。 OK。 こいつやらしい場所にいるな。ここはもう戦わないでスルーしよう。戦ったら落ちて死ぬ気がする。まあ時にはスルーすることも大事なんですよね。アイテムどうやって拾うの？こいつ倒しちゃうか。さーて、お、これはもうボス戦かな。さっき打ち勝ったのはこいつ倒して手に入ったよな。だからこいつを倒せば打ち勝ったのはドロップする確率があるってことか。まあでも1本持ってるからもういっか。さあ行きましょう。審判者来たな。結構火力高いね。まずい。そしてリーチもでけえな。なるほど。こいつ確かね、この腹に刺さってるこの刃物のところを攻撃すればいいんですよね。あ、でもここ攻撃してもダメージ通ってないな。ただ血は出てるからこれでいいのかな。あ、そうそうそう。それで、この頭の上の本体を攻撃するんですよ。この鳥みたいなのね。あ、弱えわ。で、また刃物を攻撃して、はい、で頭が来るからこれを攻撃。次で最後かな。やばいね、俺ここでちょっと強くなりすぎてしまったかもしれんわ。こいつ弱いね。これはフルボッコにしてしまいますわ。はい。10エンド。さらば。はい、審判者撃破でーす。いや、でもこのマップ全体で見たら結構難易度高かったっすね。うん、でも面白かったな。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。